こんにちは、和田屋チャンネルです。今回はバンコクのホテル高評価 9.4 の都会の中のバンガローに泊まってきましたので、その様子をお届けしたいと思います。そのバンガローの最寄り駅は BTS のプラカノン駅になります。今回は歩いて駅から向かいたいと思います。プラカノン通りスクンビット71を左折して、さらにまっすぐ進みます。途中にはローカルの雰囲気の美味しそうな食堂や、めちゃくちゃ安い50バーツで売ってる古着屋さんなどもありました。観光客が来るエリアというよりは地元の方が集まるエリアになりますので、昼時に行ったら結構お店は混んでました。小さいんですけれども大人気で忙しそうにしてたジョーク屋さんもありました。約20分ぐらい歩きますと、ソイ26セブンイレブンのところに到着しまして、ここをまっすぐ進むとホテルです。ちなみにこの場所から BTS のプラカノン駅までは25バーツで行ってもらいます。ということで BTS のプラカノン駅から大体25分ぐらい歩いてきたんですけども、めちゃめちゃ静かです。やっぱ車はよく通るんですけれども、なんか住むのにいいかなっていうようなところですね。多分ですね、あの真正面の門が目的のホテルなんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと初めて来たのでまだわからないんですけれども、今から確認していこうと思います。ちなみに 9.4 というかなり高評価の宿泊施設になるんですが、20平米のバンガローということだけで、あまり詳しくは載ってませんでした。ここのゲートのはずなんですけれども、左側に四川火鍋のお店があって、右側に台湾っていうなんかカフェがあります。ちょっと探してみたいと思います。と今確認したところによりますと、この四川火鍋のお店とさっきのカフェ両方ともですね、今回のホテルと同じオーナーさんということで、ここから入っていきたいと思います。ということで、このゲートを入った先がこんな感じのスペースになってまして、バンガローとかいっぱいあったりだとか、まあ、こんなお庭ができてます。でちょっとまだですね、2時より早く着いちゃいましたので、部屋がまだ準備できてないということで、少し待ちたいと思います。その間にちょっとですね、この庭を散策していこうと思います。情報では羊とか鶏が庭に放し飼いになってるようなことを聞いたんですけど、とりあえず鶏がいました。全然近づいても逃げないですね。ちっちゃいのもいました。すごい綺麗なお庭になってまして、こちらは三段の滝みたいになってたりだとか、下には鯉が何匹か泳いでますね。でこんな感じでバンガローがありまして、あ、これなんか上まで登っていけそうですね。あ、ちょっと上まで行けそうなので行ってみたいと思います。なんか螺旋階段がありまして、目が回りそうな階段ですね。この上にも部屋がありまして、ここはまたちょっと高いプランなのかもしれないですね。あ、ここから行けないですね。こんな感じで上にも行けるようになってました。もう一つ別の階段がありましたので、こちらからも登ってみました。こちらの方はちゃんと座れるようなスペースも作られてますし、このさらに上の段まで行くことができました。宿泊者はここ自由に使えるみたいですので、コーヒー飲んだりお酒飲んだりするのにいいんじゃないかなと思います。池もいくつかありまして、ここにもたくさんの鯉が泳いでました。鶏以外の鳥もいろいろいまして、名前はわからないんですけれども、この大きな白い鳥だとかクジャクも普通に庭を歩いてました。
そして檻の中には小さな豚のようなウサギのようなよくわからない動物が2匹いました。そして生きてるのか死んでるのかよくわからないような大きなカメが2匹いました。部屋の掃除も無事終わりまして、2時ちょっと前ぐらいに入れることになりました。各独立した一つ一つのバンガローになってまして、すべて木で作られてます。入り口にはコーヒーを飲んだりタバコを吸うようなスペースがありまして、6、7人の大勢が座れる椅子が用意されてました。ではお部屋の中をご紹介したいと思います。部屋自体はそんなに広くはないんですが、窓が両サイドに3つずつついてまして、一番奥がバスルームになってます。ベッドはキングサイズのベッドがありました。ちゃんとクーラーも冷蔵庫もケトルもあります。冷蔵庫には無料の水が2本入ってまして、コーヒー紅茶もありました。昼間は窓からもしっかりと光が入ってきます。当然バスタオルあるんですけれども、なんと歯ブラシまでついてました。たまたまこの日は歯ブラシを持ってくるのを忘れたのでちょうどよかったです。そしてこちらの一番奥がバスルームになるんですが、トイレとシャワーがあります。バスタブはないんですけれども、ちゃんとシャワーもお湯が出るようになってますし、水圧もちゃんとありました。そして部屋に入って初めて知ったんですけれども、こちらの建物サニーストーンビラという宿泊施設になりまして、バンガロー自体は4つあるみたいです。今回僕が泊まったのは左側に3つある真ん中のバンガローになります。駐車場のスペースも2台あるので車で来ても大丈夫です。ちなみにこちらの宿泊施設からBTS のプラカノン駅まで行く手段がいろいろあるんですけれども、まず目の前にバイクタクシーが止まってるんですが、駅まで35バーツでした。ちなみにボルトで検索しても34バーツでしたので、ほぼ同じ金額です。駅から少し離れてますので交通費が余分にかかると思ってる方多いと思うんですが、逆にバスが結構充実してますので安く上がると思います。最初にご紹介させていただきましたホテルから10分ぐらい歩いたところにバス停があります。実際に501というバスに乗ったんですけれども、こちらプロンポンやアソークなどを通ってチットロムまで行くんですけれども、料金8バーツでした。プラカノンまで行くバスも頻繁に出てますし、こちらの軽トラのような乗り合いタクシーもプラカノン駅に行くみたいです。値段は確認してないんですけれども、多分10バーツ以下なんじゃないかなと思います。閑静な住宅地になりますので、夜はすごく静かで治安もそれほど悪くはないと思うんですが、人通りはあまりありませんので、女性の一人歩きはやめた方がいいんじゃないかなと思います。僕は一人で歩いてたんですけども、特に怖い思いとかは全くしませんでした。ちなみにチェックインが2時、チェックアウトが11時ということで、チェックアウト時間ちょっと早いかなという気はするんですけれども、掃除の時間等もありますので仕方ないかなと思います。昨日生きてるかどうかわからなかったカメもちゃんと元気に動いてました。そしてカフェも併設されてますので、朝食セット何かあるかなと思って見に行ったんですけれども、朝食らしいメニューは何もなかったです。コーヒーの値段も100バーツからとなってまして、バンコクじゃ普通かもしれないんですけれども、パタヤの感覚からだとちょっと高いなと思っちゃいました。そして火鍋屋さんの方なんですが、468バーツで食べ放題をやってるみたいです。今回は食べる時間がなかったので行かなかったんですけれども、ホテル内でずっとのんびりしたいという方にはディナーとかで利用するのもいいんじゃないかなと思います。そして気になる宿泊料金なんですが、平日1泊1222バーツでした。僕が普段泊まる激安ホテルよりはちょっと高いんですが、たまにはこういうホテルでのんびりするのもいいんじゃないかなと思います。以上、今回は大都会バンコクのど真ん中にあるバンガローをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。